で始めていきますが、まあ、まず私の自己紹介させていただきますと、名乗るの忘れてましたけど、私大阪大学タンパク質研究所の工藤隆博と申します。まあ、ちょっとは生物をやってたんですけど、生物といってもこんな植物のことをやってました。これちなみに何か知ってます？この知ってる人います？そうです、よくご存知、これトリカブトの花です。トリカブトのことをちょっとやってました。で、あと大学院でまず全然違う有機化学のことをやってまして、で、まあ、その後も IT 系の企業、こんなこれどこかが取ってきたやつなんで違いますけど、まあ、無線 LAN とか作ってる名古屋の某 B 社に出たりとか、あと奈良で中学校の理科の先生をしてたりとか、大阪でワードとかエクセルを教えてたりとか、もうなんか全然生物とはかけ離れたことをやってました。で、なぜか今は PDBJ の公開系のサーバーのシステム管理とか、あとなんか英語のコンテンツの翻訳とか、あとヘルプマニュアルとかを頑張って書いたりとか、まあ、そういうことをしたりしてます。で、ちなみにこいつなんですけど、これ今 PDBJ.org 打っていただくと実はこいつにアクセスすることになります。で、こいつ実は札幌にあります。で、実は PDBJ のサーバーっていうのは札幌と大阪2つあって、どっちかがメンテナンスしているときはもう一方に行くようにというのをこっちでコントロールしてますんで、まあ、皆さん意識することはないと思うんですけど、今、まあ、今日現時点ではこれ札幌の方に皆さん行くことになります。で、あとトップページとかにちょろちょろこんな絵が出てたりするんですけど、今月の分子っていうタンパク質のなんか解説記事っていうのをアメリカの方で書かれている方がいらっしゃるんですけど、その方の文書の翻訳とか、あと、まあ、その方の著書の翻訳とかいうのをやったり、まあ、してます。で、まあ、生物をかじったシステムやって書いてますけど、まあ、あんまり後半に生物のことを知ってるわけでもないので、まあ、質問されてもあまり私が直接答えられないことも多いかと思うんですけど、まあ、質問いただいたらまた分かる方に質問を転送するなりできますんで、まあ、とりあえず何だと聞いてください。はい。で、あと、PDBJ、WPDB についてなんですけど、最初に箕輪さんの方でちょっと紹介していただいたので、まあ、軽く流します。で、まあ、プロテインデータバンク、ここはちょっと触れてなかったと思うんで言いますけど、プロテインという、まあ、名前なんですけど、まあ、プロテインしか入ってないわけではなくて、プロテイン以外にも、まあ、主に核酸とか、あと、まあ、糖の分子の立体構造とかも入っています。まあ、ざっくりまとめると、まあ、生体構分子の立体構造のデータバンクということになります。で、一つのエントリーがどんな単位で入っているかっていう話ですけど、1実験ごとに1エントリーなんで、今PDB のエントリーが11万以上ありますけど、それは11万種のプロテインの、まあ、立体構造があるという意味ではなくて、まあ、一つのプロテインに対して、まあ、複数の実験条件であったりとか、あと生物種が違ったりとか、まあ、リガンドありなしが違ったりとか、まあ、そういうのがあるので、まあ、重複はかなりあります。なんか、まあ、ちょっと数えてないですけど、実際にはそれより少ない数のプロテインが入っているということになります。で、あと今入っているデータというのは実験で確かにこう見えたというものだけが入っています。で、昔は理論モデルというのも入ってましたけど、今はそれは除外されていて、今は確かにそう見えたというちゃんとした確固たる根拠のあるものだけが入っています。で、こういうデータバンク、まあ、データベースですけど、まあ、これもさらっと流します。4つの拠点で協力してやってます。で、まあ、やってることは、まあ、データの受け入れと、まあ、公開やってます。で、まあ、登録の部分は、まあ、3局で共同して分担してやっていて、まあ、主に PDB ではアジア、オセアニア地区の登録をやっています。で、一旦アメリカに集めて、来週の公開はこれですよっていうのを事前に共有しておいて、毎週水曜日の日本時間でいう9時に同時公開しています。だから日本でもアメリカでも EU でもどこのデータ見に行っても全く同じデータが置かれています。で、その検索を早速やっていきたいんですが、
まあ、PDBJ で検索していただいても結構ですし、まあ、そんな長い URL でもないんで直接打った方が早いかもしれません。 PDBJ.org という手はこのようなページが出てくるかと思います。まあ、これが札幌に実際あるページに行ってます。で現在11万トンで471件のエントリーがあります。でちょっとこの辺から現物のページをちょっと見ていきますね。で、まあ、こう見える方が多くかと思うんですけど、こういう見え方がするかもしれません。で実際ここも実はこんな見え方をしてまして、こう画面の幅が小さいとメニューがご丁寧に引っ込んでくれます。ここへ引っ込んでくれます。引っ込んでくれるんですけど、ここをクリックしていただくと、まあ、メニューがこうやってポコッと出てくるようになってます。ちょっとメニューがどこにあるのか分かりにくい場合があるかもしれませんが、まあ、ここ赤い線を押せば出てきます。でそれでまず、一番最初に、まあ、分からなかったらまずヘルプを見ましょう。ここにまあいろいろ書いてます。もしくはよくある質問 FAQ があります。まあ、まだまだちょっと整備が追いついてないんですけど、まあ、ここを見るとか、もしくはここのお問い合わせから何なりと聞いていただいたら、まあ、関係者にメールが飛びますんで、まあ、分かる人がちゃんと答えるということになりますんで、お気軽に、まあ、事後でもいいですね、また聞いていただければと思います。はい。で実際、あ、そうか、その前にと、ね、こう狭まってるとちょっとやりにくいかもしれないんですけど、このパネルっていうのは実は固定ではなくてですね、動かせます。これこのように、まあ、人によって何を使うかっていうのはまあ違うと思うんで、登録したい人は登録を上に持ってきたらいいと思いますし、まあ、検索がしたい人であれば検索を上に持ってくるなり、まあ、使いやすいようにメニュー配置をカスタマイズすることができます。それで何だったっけ、ヘルプ配置かも。で、はい、でデータなんですけど、先ほど3局全く同じデータがあるということで、同じものに対して検索はいくんですけど、日本の特徴というのは日本語で検索ができるというところがあります。でまあ事例として、まあ何でもいいんですけど、まあ、載っているのは連鎖球菌でしたっけ。連鎖球菌、これ連鎖球菌という日本語を入れてもこのように裏で勝手に英語にしてくれますので、連鎖球菌の名前英語を知らなくても検索はできます。で今何件あるかっていうと、まあ、ここに1569件、まあ、ここにも出てますけど、これがヒット件数です。あとこれは PDB エントリーを検索しているだけではなくって、 PDBJ のウェブサイトの中の横断検索も同時にやってくれています。ウェブページというタブを見てもらうと、このように連鎖球菌またはそれの英語翻訳がヒットするようなページを拾ってきてくれます。でこれたまたま今月の分子という解説記事ばかりしかヒットしてないんですけど、ここにありますようにヘルプページとか、あとニュースとか、そういうものもヒットしてきます、あればですけど、はい、あと書いてなかったですけど、ステータス検索というのは未公開のエントリーで、今どこまでその処理が進んでいるのか、まあ、あとは公開待ちなのか、もしくは何かまだ処理中なのかというのが検索できます。これヒットゼロですけど、化合物で
まあ、高分子のデータベースと、まあ、言いましたけど、高分子にくっついている低分子ももちろんあるわけで、それも一緒に登録されてますけど、それに対して全部 PDB では名前をつけてます。3文字以内の何かしらの名前をつけてます。でそれがまあ検索対象として、またまたまこれゼロ件ですけど、例えば ATP とかそういうものもあれば構造が出てきます。でまあ PDB に戻りまして、であとまあ件数と並べ方がここでいろいろ選べます。今関連性が高い順、まあ、あのなんか重み付けをつけてデータベースに入れてますんで、まあ、それのポイントの高いものからヒットしているということなんですけど、 PDBID の順番であったり登録日であったり新しい順古い順、分解能が高い順っていう並び替えができます。でまあ何でもいいんですけど、このまあ一番上のやつをまあ具体的に見てみようと思います。まあ、ここでもここでもここでも、まあ、どっかクリックすればその個別のエントリーのページに行きます。これはまあ 1BXT という、あでそれで一つ飛ばしましたけど、今11万トンで471件あるということで、まあ、以前講習会で質問あったんですけど、 PDBID はこの4文字で構成されてます。1文字目が1から9の数字だけで、その後は0から9の数字かアルファベットで、それ掛け算すると確か40万何個というあの数字が書いてたと思いますが、まだ11万なんで、まあ、25% ちょいなんで、まあ、まだまだ大丈夫ですんでご安心くださいと。あの突然桁数がもう1文字増えたりとかいうことは、まあ、当面はないと思います。はい、でこの 1BXT ですけど、まあ、タブが6つあります。概要っていうのは、まあ、このエントリーのまあ全体としての概要で、構造情報っていうのはその中にチェーンが何本かあったりしますけど、それぞれのチェーンの情報で、このエントリーはどういう実験でどういう条件で得られたかと、でどういう機能を持ってますか、類似配列のエントリーは他にどんなのがありますか、であとデータのダウンロードで、主要なものはここにもダウンロードのリンクがあります。でこの MOA を押すのはここのダウンロードのタブに行くのと同じことなんですが、まあ、全部のやつを見たければこちらになります。で、まあ、概要ですけど、名称、キーワードで、生物種で、この中にはチェーンが2本あって、分子量がこんだけで、なんとかという、まあ、サンドバーグさんが登録してこの文献に載っていると。でここにあるのは品質評価レポートなんですけど、今 PDB に登録されているデータの他のものと比べて、まあ、こいつはどうかという評価の結果です。これ赤い方に行くとあんまり良くないという評価をされているということです。まあ、あのこれが絶対あの的な基準かどうかというのは議論があるようなんですけど、まあ、これが一つの評価基準、同じ解像度でも、まあ、これが青い方に振ってた方が、まあ、いいのかなという、こういっぱいヒットしてくる中でどれを選んだらいいんですかという質問はよくあるんですけど、まあ、これ一つの基準になるかなと思います。であとその実際の姿をここで、まあ、これ静止画ですけど、ここで対話的に操作ができるようなビュアーページというのがあります。でビュアーがいっぱいあって、またこれどれがいいんですかって話になるんですけど資料には書いてると思いますが、この JV というのは PDBJ で開発、まあ正確に言うと外注なんですけど、まあ、作ったソフトで、それをサーバー上に置いてウェブページで見れるようにしています。でモルミルっていうのは、その Java っていうのはいらない、 WebGL っていうものを使ってるんですけど、まあ、ただあまり古い、具体的には MacOS10.6 とかだとちゃんと表示できないとかいうのあるんですけど、まあ、最近の Windows 7、8、まあ、MacOS の 10.10 とかでしたら、まあ問題なく見えるとは思います。でこいつはまあ
軽く動くの割には綺麗という特徴がある一方で、まあ、細かいことはとできないと。で J モルっていうのは、まあ、これと似てますけど、これのオープンソース版ですね。これも Java で動きますから Java の環境がいります。で JS モルっていうのは J モルと機能的には同じなんですけど、これの JavaScript 移植版ということで、この JS モルっていうのは Java がなくても動きます。まあ、ただしちょっと重いですということで、まあ Java がなくてもとりあえず見たいっていうんであれば JS モル選べばいいですし、まあ、最近のものであればモル見るとかがとりあえず見るっていうことであればこの辺がいいかもしれません。ということですが、まあ、PDBJ の宣伝ということでもないんですけど、我々が作っている JV っていうのをまず見てみようと思います。ちょっとこれはデバッグのために出そうとしているだけで、普通はこんなに出てこないと思います。ちょっとマイクが取れた、はい、とまあこんなん出ますけど、まあ、実行して本当にいいですかということを言ってます。まあ実行怪しいものではございませんので実行してあげてください、はい、そうしますとこれ最新の Java が入っていないと Java を上げろとかまた言ってきたりしますけど、まあ、こういうのが出てくると思います。で、まあ、一つ違いが Mac の方はここ出ないと思います。今出ない設定にわざとしてあります。っていうのは古い Mac だとここを出すとおかしくなるというのがちょっとあったんですけど、まあ、Mac の方はここで細かいことができないというのがあるんですが、この JV っていうのはダウンロードしてローカルでも動かすことができますんで、 Mac の方は申し訳ないですがダウンロードしてこれを使っていただいたらいいかなと思います。で本当は Mac の 10.10 とか、まあ、最新のものでしたらこれ実は動くので、そのうち新しい Mac だったら出るようにはしようと思ってます。でまあこれですけどマウスを使ってうにゃうにゃと動かしたり、シフトを押しながら左クリックでニューッとこう動かしたり、まあ、こんなことができたりします。で、あとここでこれ今リボン表現というものになってますけど、まあこんなん出ますけどこれはまあ許可アクションしていますから、はい、でバックボーンになったりワイヤーフレームになったり全部9で書いてしまう。水も書いちゃえ。でもこれじゃ分かりにくいから、原子別。原子別だと赤が酸素で、灰色が炭素で、紫が窒素かな。で黄色が確か硫黄ですね。はい、でちょっと水は消しちゃえとか、まあ、こんなことができますし。ちょっとリボンに戻しますが、リボンで色もちょっと戻します。でこのコマンドエリアがあったらもっと細かいことができるという話で、例えば110から110、ちょっとこれコマンドを知らないと書けないんですけど、例えば A チェーンの110から119を選ぶ。でそこをボール&チックにしてしまう。こうなりましたね。でそこは色を原子別にする。あ、ちょっと間違えたカラー CPK ってやると、まあ、このようにあとでちょっと触れますけど、例えばこう活性部位とか何かリガンドがつくところだけを表現をちょっと変えてみたいという時にこういうことができますですね。例えばこれカートゥーンってやるとボール&スティックにリボン表現がまあ二重書きで書かれてるんですけど、
まあ、こうやって側鎖があっちゃこっちゃにポコポコ伸びてるなっていう、どっちに伸びてるかなっていうのがこれで見えるかなと思います。はい、で、はい、もう一個別のモルミルっていう方を見てみようと思いますが、こっちも同じような感じですが、まあまあ、ささっと出てきたんで、まあ、軽いし、まあ、動きはまあこれぐらいのサイズの分子だったらまあ変わらないんですけど、大きいのでも比較的軽快に動きます。まあ、ただこれコマンドエリアもないですし、まあ、ちょっとこれ以上のことは今のところできないですね。はい、これもまあ同じように一応まあこうやって変えたりはできるんですけど、まあ、あのメニューにある以外のことができない。それで、はい、でここに書いてあることなんですけど、非対称単位を表示 AU イコール BU って、この AU、BU って何のことかっていうのを説明が書いてないんですけど、 PDB に登録されているデータの単位のことをちょっとお話ししないといけないかなということで、実はちょっと資料がないんですけど、登録されているデータっていうのはもう必要最小限のもので、それをまあざっくり言ってまあ非対称単位と言ってます。でも実際機能している分子としてはそれが2つくっついて実は2行体で動いているとかいう場合などが得てしてあります。でこの場合たまたまこれが1個、まあ、チェーンが2つで、まあ、これが生物学的にもこういうもので動いているということなんですけど、そうじゃないものも例えばあります。3CLZ だ、ちょっと別のエントリーを見てみますが、例えばこのようにですね、この場合さっきは1個しかなかったんですけど2つ絵があります。こいつはチェーンが1個ですね、1個のチェーンですけど、これを4つに増やした4つ集まった4両体として実際には機能しているということがデータの中に書かれています。だ同じチェーンですので、こう回転とか移動とかして、まあ、こう作れるような情報が合わせて書かれています、まあ、この場合は絵が2つあってビュアも2つあるということになります。はい、ちょっと戻りますが、はい、まあ、さっきのエントリーに戻りまして、で行動情報を見ると、こいつは A チェーンと B チェーンという名前がついてます。で名前は、あ違う、んなんか違うものを見ている、ちょっと違うものを見てますね、あれ合ってる、ちょっとこれ幅が狭いんで見え方がこの資料とは違うかもしれませんね。あ、これ言うの忘れてましたけど、はい、この横のメニューが出ている状態であればこういう見え方をすると思いますが、横のメニューが引っ込んだ状態ではまあこんなように見えるってことで、まあ、A チェーンと B チェーンがあります。ん？ちょっと待って。ちょっと幅が狭くなるというのは想定外だったんですけど、まあ、ちょっとこっちを見ましょう。はい、あのこうなるはずですね。でこのようになって、まあ、チェーンの詳細ですね。この場合1本しかチェーンがないので、まあ、これがこのユニプロット ID の配列のタンパク質でこういう生物から取ってきてって言います。で、まあ、複数種のタンパク質があればもちろんここにいっぱい出てきますし、 DNA が出てきたりすることもあります。で配列情報で、まあ、実際のアミノ酸配列以外にベータシートとかかな、うん、こう二次構造のどこに何があるという情報が合わせて書かれています。
でここたまたま出てませんけど、ここにリガンドがつきますとか、ここが活性部位ですとか情報があれば、ここにも何かいろんなマークが出てきます。で、まあ、分子量も書いてますと、はい、ですいません、飛ばしてました。ここだけちょっと触れておきますね。で画面の右下、下の方ずるずるずるっといくと、まあ、このように関連するデータベースへのリンクもあります。で、まあ、3局4局でやってるという PDB っていう話をしましたけど、まあ、よそのサイトにも行けますし、あとでちょっと触れますよろずみというページにもリンクがあります。で、まあ、ファミリーのこう部分構造の階層的なこう分類をしたデータベースへのリンクであったり、ユニクロとこれアミノ酸配列とか、まあ、あと内輪で二次データベース作ってます、表面構造のデータベースであったり、基準振動解析のデータベース、あと、まあ、前の方でありましたあの RDF とかいう話もありましたけど、まあ、うち RDF も出してますんで、まあ、そちらへのリンクもここにあります、はい、でこんな実験でやりましたというのは実験情報のところにあります。でこれ X 線で解いた構造ということですので、まあ、X 線で解いた構造の情報、まあ、分解の公式定数、うん、ちょっとこの辺結晶屋さんじゃないので詳しくは分かりませんけど、まあ、その辺のパラメータが載ってます。でまあ、こんな試薬で結晶化の溶液作りましたとか、そういうことが書いてます。で機能情報、はい、機能情報、まあ、名前の通り機能に関する情報ですけど、まあ、ここがこんな、これなんだ、まあ、これよそから全部引っ張ってきてるんですけど、まあ、ここにはこういう意味がある、まあ、ちょっとこれ分かりにくいですけど、まあ、よくあるのはここがリガンドくっつく場所ですよとかいうのが、まあ、多いですね。であと GO っていうジーンオントロジーの用語のデータですけど、まあ、このタンパク質は細胞のコンポーネントの、まあ、細胞外の領域にありますと。で生物学的な過程として何か病気に関わってますとか、まあ、なんかそんなことが書いてあります。まあ、何に関係するタンパク質かっていう情報が、まあ、ここである程度得られるかなと、まあ、これ機能情報と言っていいのか分かりませんけど、まあ、そういう情報があります。であと相同タンパク質っていうのが、まあ、類似の配列を持つ。先ほど DDBJ さんの方でもブラストという話が出てきましたけど、これまあブラストをやっているということです。で、実はこのメニューの中にシーケンスナビゲーターというのがあります。まあ、これをやってるだけのことです。これを選んで、ここからこの PDBID を入れて検索するのと、ここでやってることとは同じことをやってます。で、この 1BXT の配列と似た配列を持つ PDB のエントリーを探してきてます。それだったら 1I49 の A チェーンが、まあ、似てますよと。で 63% 似てますとか、まあ、そういうことが書いてます。で重ね合わせてみるとどんな感じで違うんでしょうと、まあ、まず配列のことはこう書いてあって、まあ、この辺がちょっと違うんですねということが分かります。で分かってそれを、まあ、どっちでもいいですけどビューアーで見ていただくと、まあ、見たらこの辺がちょっと違うかなと、ここもちょっと違うかなと、ここもちょっと違うかなと、あとは大体一緒かなという感じが見えると思います。
言いながら早く終わろうと言いながらもう全然早くないですけど、はい、まあ、そろそろ終わろうと思いますが、はい。で、まあ、ダウンロードは、まあ、各種のデータファイルがダウンロードできるんですけど、ちょっと時間も押してますので詳細はもう省略します。まあ、これそれぞれ押したらヘルプに行きますんで、まあ、またそちらを見ていた、あれ違うか、ね、ヘルプに行くと思うんですけど、違うかな、ヘルプかもしくはその情報ページか何かに行くと思います。で、まあ、また分からなかったらさっきの問い合わせなどから聞いていただければと思います。で、最後にちょろっとだけよろずに、はい、まあ、これは気軽に見るためのインターフェースで、まあ、タイトルにもなってますように出まして、基本的にはマウスだけで、まあ、サクサクと見れるものになってます。で、これ使っているのが JMOL、JSMOL、JV、まあ、選べるようになってます。で、まあ、まあ、コーヒーでも飲みながらマウスで片手でカチャカチャカチャっとこう、まあ、気軽に眺めるようなものになってます。で、まあ、構成要素を見たらA チェーンってどこかなって、まあ、これ色分けしてるかも丸分かりですけど、まあ、こうやって光らせたりやめたり、あとデータを見て、あ、これはまあ、あの1種類しかない AU イコール BU って書いてましたから1種類しかないですけど、違うやつに関してはその実際の生物学的単位の方を見ることもできるようになってます。ということで、はい、早く終わるという宣言をしておきながらも時間なのだったかな、あれ何分でしたっけ、あ、16時5分か、あ、ですね、まだ時間ありますね、はい、やったらすいません、もう一個だけじゃあ見ときましょうか。3CL0 で見たら、これさっき見た 3CL0 っていう、これノイラミンダーゼってやつですけど、登録されてるデータはこのチェーン1本だけなんですけど、まあ、ファンクションとしては4両体として動くと、こうボタンポチッと押すだけでそっちを見ることができると。で、まあ、うにょ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 うと、まあ、いろんな向きで見ることができますし、構成要素で、この中の A チェーンどれ、まあ、これ1本しかないんで、見ましょうか。G30A800 ってこれ実はタミフルなんですけど、タミフルどこにいますかって言ったらこうやって、ああ、ここにいますねって、これ4両体もう2個あると思うんですけど、っていうことになってます。はい、ということで余裕を持たそうとして早めに終わったつもりなんですけど、何か質問等もしあれば。